ワイヤーハーネスワイヤーハーネスのコネクタ、電線ワイヤーハーネスあるいはケーブルハーネスは、電源供給や信号通信に用いられる複数の電線を束にして集合部品としたものである。自動車の車内配線など、多くの電気配線を必要とする多様な機械装置で用いられている。ワイヤーハーネスは、競技には、複数の電線を結束体やチューブ、粘着テープなどでまとめ、端部に複数の電線を一度に接続できる多芯コネクタを取り付けたもので、組み込まれる機械に固定するフックなどを備える場合も多い。まとめられていない電線の束に比べると、機械の組み立て工程を簡略化できるだけでなく、電線の束が占める空間を小さくしたり、振動によるすれ合いを小さくできる。電線の被覆や保護具に難燃性の素材を用いることで火災時に延焼する危険性を低減できる。工技のワイヤーハーネスは特に自動車を除く用途において、汎用ケーブルでは長さ、機能、コストなどに不都合があると考えられるときに、特定用途に対して製作される多芯ケーブル、まとめられていない電線を指すこともある。産業機械、配電盤、各種製造装置用途では、コネクタ、電線、端子類にマークチューブ、ラベル類で名前を付けて、設置作業現場での誤配線を防止するとともに、メンテナンス作業を効率化している。多種多様で自動化による生産に不向きなため、手作業で生産されている。使用する電線には、電流や周波数特性といった必要な電気特性が求められ、周囲への電磁気的なリーク防止や、電線同士や周囲への短絡の危険性も最小限にする必要がある。一般的には、銅合金製の複数素線に耐摩耗性が高い絶縁体を被覆している。このような電線被覆材料には、一般的にポリ塩化ビニルが使われているが、電気、電子機器では RoHS で指定される物質を含まないもの、自動車ではELV指令により前期に加えて、ハロゲンを含有しない被覆を用いるようになっている。また、自動車や航空機のような搭載電子機器の増加に合わせて必要な信号線の数が増えたため、デジタル信号による多重化された信号をわずかな本数の光ファイバー線で送るようになると、ワイヤーハーネス内の電線も少なくなる傾向がある。光ファイバー線を電線とは別に配線する場合や、電線と同様に光ファイバー線もワイヤーハーネス内に含む場合がある。各電線の両端にあって適切な回路へ電気を伝えると同時に固定する接続部である。電線と同様に適切な電気特性や安全性などが求められる。コネクタはハウジング内に接続端子を持ち、組み立て時には信号や電力を誤接続しないような形状を備え、また、容易に接続が可能で接続後は振動等では容易に外れず、長期間安定的に接続が維持され、修理などの必要に応じて容易に外せることが求められる。コネクタははじめに電線に接続端子が付けられ、その後、接続端子がハウジングに収納されることが一般的である。コルゲートチューブや樹脂テープなどによって主な電線の束である。幹線電線を束ね、プロテクターなどで保護する。幹線電線から個別の電線が分岐する分岐部では、結束を保つために、熱可塑性樹脂などで固定される。筐体などに固定するためにグロメットやクランプ、クリップといった固定具が組み込まれることが多い。固定具と保護具は相互に兼ねることがある。1対1の接続だけ行う、配線の他に、3箇所以上の機器の端子間を電線で接続したい場合があり、多数の電線を束ねるワイヤーハーネスでは、その途中に中間接続部を設けて、複数の電線を相互に接続するジャンクションボックスを持つものがある。ジャンクションボックスは、電線同士を接続するため内部に接続端子に電線、またはプリント基板やバスバーなどを収めており、また一部のものは、ヒューズやリレー、サーキットブレーカーまで収めている。半導体素子などの電子回路を含むものは AJB と呼ばれる。メーカーや車種ごとに専門性が高くなる傾向があり、過去には特定の事業者による大規模なカルテルが結ばれたケースもあった。アメリカ合衆国におけるカルテルの罰金額の最高事例は自動車用ワイヤーハーネスをめぐるカルテルであり、2011年、日本の矢崎総業とデンソーに対して、計5億4800万ドルの支払いが命じられたものである。ありがとうございます。